広島対 DeNA 4月、22日、6対1で広島、23日6対0で広島、24日5対4で広島、広島の3連勝っていうね形でカープ、巨人に3連敗したけども3連勝ね。まあ、22日ね、先発ピッチャー大瀬良、8回3分の1、135球、8安打9三振、1四球1失点と、まあ、下半身使ってね、しっかり体重も乗り、右足に乗せてから体重乗って左足に踏み込んでいって、低めへの力強さ、特に、グッと。ね。で、DeNA 先発ピープルズ、1回36球、5安打2三振、2四球4失点と、まあ、立ち投げで下半身逆に使えず、これね、もう大瀬良とピープルズ見てたら、もう、全く違いすぎて、すごい分かりやすかった、このフォームの特徴が。もう下半身使えずね、棒玉。なって、で高めや浮き、特に変化球もね、力なく高めに入っていくっていうところでね、まあ、これ腰の張りもあって降板するんだけども、だから若干最初からなんかおかしかったんだろうね、コンディション。だから立ち投げで下半身がうまく使えてなかったんじゃないのかなと思う。でここに来てね、宮崎のねハム肉離れとかね、怪我人がちょっと出てきて、せっかくコロナとかでね、牧とか楠本とか帰ってきて、で怪我からね外帰ってきて、打線の厚みとかねチームの厚み増すかなっていうところで、またここでねリアスが出るっていうところはちょっと DeNA としては今踏ん張りどころかなと。で広島はね打順変更がね、基地に出て、まあ、初回一気に4点っていうところでね、これは非常に大きなね形になったんじゃないでしょうか。あの DeNA は勝機としてはやっぱ6回表、楠本ライト前、太田レフト前で、佐野セカンドフライで、牧デッドボールでね、ということでワンアウト満塁、ここで外がね1-3ダブルプレーということで、ここは大瀬良がねシュートグッと。その前ね牧の時にね、まあ、フォークとはねすっぽ抜けてデッドボールになって、また満塁でねデッドボール当てるっていうねところのね難しさある中で、胸元にシュート投げて、それをね外がね止めたバットに当たって 1-3 ダブルプレーっていうところで、非常に大瀬良グッと投げ切ったね、勇気と制球力と技術に感服してます。ナイスピッチね。まあ、広島はね、大瀬良のピッチングに応えるように、まあ、一挙ね、初回に4点取って、もう完全にね、自分たちのペースで試合できたんじゃないのかなと。で、DeNA はね、6回裏、戸柱のね、二塁への悪送球、で、ワイルドピッチっていうところで、まあね、この足固めて取るからね、ワイルドピッチ取れなかったりするんで、そこら辺、ちょっと DeNA のキャッチャーみんな同じような傾向あるんで、そこはちょっと改善した方がいいんじゃないのかなっていうね。まあ、逆球だったから難しかったけど、足固めてるから手だけでいくから、もうちょっと足の柔軟性と足の可動域を広げると、横の動きも良くなるんでね、そこら辺ちょっと山本とかもみんなそうだから、ちょっと全体的に改善した方がいいよね。で23日、6対0で広島っていうところで、まあ、広島ね、森下、7回111球、8安打3三振、1四球無失点と、ストレート力だったね。伸びも、グッピッチ。ね。で、DeNA 上茶谷ね、5回3分の1、83球、6安打4三振、無四球6失点と、まあ、前回ね、マダックスをね、達成したけども、まあ、今回もね、俺は悪くなかったと思うんだけど、まあ、ポイントとしては、やっぱりその、ボールを押し出しちゃうか、しっかり切って押し込むかっていうね、ところが、あの非常に大きなポイントになるんだけども、まあ、あの堂林の時にね抜けて若干ね押し込まずに抜けて、それを仕留められたっていうところが痛かったかなと。でも全体的には俺はそんなに悪いようにはね見えなかったけども、まあ、3回裏ね末金、センター前ヒット、これ低めのねいいところだったんだよね。で小園三振で森下バント、グッドバント、これピッチャーのバントがね非常に広島はねいい形なんだよ。でその後堂林のね、センターバックスクリーンにツーランホームランっていうところで、それが若干高めに浮いてね抜けちゃってね抑え込めなくて、でこれを仕留められたって。で6回裏ね、堂林レフト前で、菊池レフト前で、西川ね、ショートゴロ、大和ファンブル、バーッで、マクブルームファーストファールフライで、坂倉が、ライトへ2点タイムリーで、ピッチャー交代三上で、相澤サードファーストフライに打ち取るも、末金がね、ライトオーバーのタイムリーツーベースで一気4点で、守備でもね4回表ワンアウト一塁から田中のね、レフトライン際の球をレフト堂林がね本塁へ、二塁ランナーね外アウトっていうのとか、6回表ねワンアウト1塁から外のねライト、前ゴロなんだけどね、ライト末金ねショートバウンドで取って、セカンドに投げて一塁ランナー佐野をねアウトにするっていうね、この大和のファンブルと、この逆にねレフト堂林のホームへナイススローイング、そしてライト末金のねショートマン取っての後の処理っていうね、ちょっと守備の違いがねちょっと大きく失点にね招いたのと、失点を防いだっていうところでは大きかったんじゃないでしょうかね。まあ、6対0と一方的に見えるけど、そういった小さいね守備のところっていうのは非常にカープね今年いい形で無駄な失点を防いでるかなと思います。で24日ね、5対4で広島っていうところで、まあ、残念ながらこの試合も見てないんだけども、なんせね1点取られた後に10回ぐらいにね坂倉が打って、最後はね小園初球からね積極的に打ってセンターへのね犠牲フライっていうところは大きかったんじゃないですかね。まあ見てないからよくわかんないんだよね。うん、
あの、さつざきチャンネルの良さとさつざきの良さは、見てないことを見てないってはっきり言えるっていうね。でも結局勝ってる、広島。5対4。グッケー。ね。結果、3勝0敗で、広島の3連勝。